はい、皆さんお元気でしょうか。ハミです。今日もですね、すでにやっちまってるんですが、日の高いうちから今日はあんず酒、自分で仕込みましたあんず酒をやりながら日本映画を振り返っていきたいと思います。今日の作品は1983年昭和58年制作の天城越え。妖艶な田中優子の演技が忘れられない一作です。では
田島刑事役の渡瀬恒彦さんの魅力的な声がこの映画をさらに深みのあるものへと変えてくれていました。いや、昭和を楽しみましたね。今日はここまでです。ありがとうございました。